はい、こちらですね、DJI オズモアクション4、ますますですね、こう便利に使えておりますが、本日はですね、このように雨で、こういうふうにですね、日中なんですけど、薄暗い時間帯なので、どのように映るのかというのですね、このホライゾンバランシング、要は45度の水平時でですね、皆さんに見ていただこうと思います。はい、このようにですね、改めまして、雨、突然の雨というか、まあ、夕方にですね、雨が降るという予報だったので、そのままですね、傘を持ってお出かけしてみました。このように傘を差しています。で、風等もですね、ちょっとこう強めに吹いていて、で、その状態でですね、手持ちで撮影をしてみております。4K30 フレームホライゾンバランシングですね。で、これでですね、どういう風に映像が映るのかっていうのを見ていただければと思います。そしてこう明暗差があるんで、私のこの自撮りというところで顔の映り方とかっていうのもどうかなというところですね。このようになってますね。はい、では元戻りまして、このような形で、雨はですね、降ったり止んだりなので、雨っぽい天気、要は明るさが急に変わったりだとかするようなイメージですねの天気なので、まあ、夕方に近いかなと思います。はい、まあ、ただですね、こうやっぱり明るくなったり暗くなったりっていうのは露出のですね、補正というところで結構変わってくるんじゃないのかなっていう想像もできます。今ですね、正面はこう青空っぽい色なんですけど、後ろ側はですね、もう雨降っていて、よく見るとやっぱ雨いっぱい降ってました。で、後ろ側にはですね、黄色い、もう黒い雲に光を受けている雲、まあ、黒っぽいですね、黄色っぽい雲が出ていて、まあ、この後今雨が急に、こう音聞いてください、このように強くなってきましたが、まあ、これがですね、どういう風に映ってるかなっていうところが気になるところですね。でも、この先日からこうちょっといろいろとお話しさせていただいている通り、給電をしながら外部マイクが使用できたりだとか、この長時間の動画の撮影安定性、そしてこのノーマルカラーモードでの十分な画質ですね、こういったところだけでもですね、この DJI オズモアクション4ってものすごく利用価値の高くなったアクションカムだと思うので、こういう幅広い場面でいろいろと見ていければなと思いますね。アクションカムですね、やっぱり楽しいですよね、いろいろ個性があって。はい、ということでですね、今回は DJI オズモアクション4ですね、そちらを先日のですね、インスタ360GO3 と同じ日にですね、収録に使ってみた時のですね、映像を拝見いただきました。でですね、やっぱりなんですけど、画質がですね、とっても向上しているのが、まあ、こういう風に見るとしっかりとわかりますね。で、ちょっと参考になんですけど、この辺にですね、インスタ360GO3 で収録した映像っていうのもちょっと貼っておこうと思うんですが、まあ、こちらで流していきながらなんですけど、その徹底的にですね、映像が綺麗汚いっていうのは 4K2.7K もしくは 1440p っていうところで結構違いはするんですよ。ただなんですが、それが確認できないほど、まあ見てられないほど、それほどこう画質が落ちるかとかっていうことになると、まあ 4K でこう綺麗にですね、センサー網型化して撮影できる DJI オズモアクション4っていうのはですね、とっても価値があると思いますが、もしかしたら私ちょっとここまで DJI オズモアクション3って言ったかもしれないですけど、アクション4の話です、今回は。で、インスタ360GO3 の方は 2.7K 30フレーム 1440p の50フレーム、1440p のフリーフレーム動画の50フレームっていう風にですね、それぞれ収録してきてるんですけど、まあ全部ですね、そこそこにちゃんと綺麗に撮影できてるわけなんですよ。そこそこにというか、しっかりとですね。それがさらになんですけど、こう小さい機材、要はスマートフォンやタブレットぐらいで見るんだったら、もうどれもですね、問題ないと思うんですね。ただそれが大型のディスプレイですね、まあパソコンだとかテレビだとかですね、にあるようなサイズになってくるとなんですけど、やはりですね、その 4K ぐらいの画質がないと粗が目立つかなっていうぐらいになってきてると思います。それよりもですね、私大事だなと思ってるのが、やっぱり手ブレの感じですね。手ブレをしないんじゃなくて感じなんですよ。それと、その聞きやすい音声というところと、あとはですね、その処理。まあなんかこう、滲みが出ていたりだとか、露出のですね、移り変わりが遅すぎて微妙に見にくかったりとかですね、そういう風になってくると、どんどんですね、こう見にくい映像になっていってしまうというのが、私は気になるというのをですね、こう見比べてみてなんですけど、もうですね、特に問題を感じないこう性能になってきたなっていうのがですね、本音ですね。アクション3の時にも十分安定してはいたと思うんですけど、特にこのように暗い薄暗い環境になるとですけど、粗が出てきやすかったというのがですね、
ほぼそういったところも見られずにですね、音声も切れだし、手ブレもしっかり、手ブレ補正もしっかり効いているし、映像っていうのも、まあ、暗所のノイズっていうのはどうしても乗ってしまいますが、それほどひどいって感じはせずに、明るいところではこう鮮明な映像が残せる。というのもノーマルカラーで収録して、ただですね、編集、まあ、調整もせずにこういうふうにアップしている映像っていうのを今回大事にしてますので、それでこのような映像が残せるわけなんですね。まあ、このように雨の日、まあ、さらになんですけど、そのゲリラ的にですね、降った雷雨だったので、そこがですね、コロコロと天気が変わり、明るさも変わるという環境だったというところで見ても、暴れている感じがせずにですね、しっかりと優秀だなというところがとても印象的でございました。そしてこの途中途中ですね、セミの鳴き声とか雨の音、まあそれこそ車やバイクがそばを通った時の音なんですけど、これに関してはインスタ360 GO3 も DJ オズマアクション4もですね、とてもですね、ちょっと前までのアクションカメラよりは良くなっている、とっても音良くなっているなと思うわけなんですね。そのそれなりのまあ外音というのがノイズと捉えられるのであれば、その声がどれぐらいですね、聞こえるように収録できているかというところが大事だと思うんですね。その外音とともに入ってくる音、まあ、もしくは音だけ収録したい場合というのは、それはピンマイクを装着したりとかですね、対処が必要になると思うんですけど、私はこの収録するってことに環境音というのもとっても大事だと思っているので、まあ、その辺っていうのがですね、音もよくですね収録できている。特になんですけど、このセミの音っていうところで音がひどい音になっていたりとかですね、あとは雨音っていうのも綺麗に収録できてたんじゃないかなっていうのはですね、まあとても印象的でございましたね。はい、ということでですね、このようにざっとなんですけど DJI オズモアクション4のですね映像っていうのをまとめてみて、それとともにですね、このインスタ360 GO3 ですねの映像っていうのを見ていただきながら、簡単にまあこの撮影した結果というかですね、映像の感じというのを報告させていただきました。これがなんですけど、まあ、感想的な話を最後にまとめて入れますとなんですけど、 D-Log-M なりですね、まあ、そういった映像で収録して、さらにですね、そのシャープネスの調整だとか色の感じとかっていうのをしっかり出してあげることによってですね、もっと見やすく綺麗な映像にはなってくると思いますし、それこそ8ビット8ビットから10ビット、10ビットですね。というところで、その色の情報量っていうのも増えるから、さらにですね、綺麗な映像っていうのはしやすいと思うんですけど、私はこのノーマルカラーモードが使いやすくなったっていうのが、今回の DJI オズモアクション4のとても大きな美点だと思うので、ここをしっかりと押していきたいなと思いますね。で、インスタ360 GO3 も同じです。この通常カラーっていうのがフラットカラーに比べて、綺麗に収録できていて、まあフラットカラーに比べてっていうと違いますね。フラットカラーっていうのはその後に手を加えていくことによってどういう風に変わってくるかっていうのが、まあその編集者側に委ねられてしまうというところで変わってくるわけなんですよ。というのはですね、いろいろと違いとして、まあ、感じられているというのはですね、今回の見ていただきたかったところでございます。で、ノイズに関してもノイズ処理とかそういうのができればですね、減らすこともできるし、いろいろとですね、その自分の好みの映像に近づけていけるというところで、とても懐の広がったアクションカムだと思います。はい、そして続きましてですね、この DJI オズモアクション4のですね、私が地味になんですけど、とっても良くなったと思う点がありまして、そちらのお話をしていきたいと思うんですね。まあこの外部マイクがですね、アダプターを返すことによって、先日お話ししたこちらですね、このようなアダプターを返すことによって使用ができて、さらにその給電も同時にできるようになったということで、利便性大きく向上しているわけなんですよ。そしてですね、その以前からなんですけど、あった機能というところで、電源オフの状態で録画開始のボタンを押して録画をスタートさせるという速度感なんですね。それがなんですけど、とっても速くなってるんですよ、このアクション4。アクション3は途中のファームウェアのアップデートで速度が向上しましたとなっておりますが、電源オフの時からですね、たまになんですけど動作がしなかったりとかですね、1度、2度、3度と押すことによって起動したりとかしなかったりっていうのが不安定なところがあったりしたんですよ。一回電源を入れてですね、それから電源を切って作動させる分には快適に使えていたという癖があったところもあったので、私は電源を入れてですね、気をつけて収録に使用していたって感じだったんですけど、今回のですね、アクション4からなんですけど、その速度がとっても速くなったんですよ。はい、まあこういう風にですね、アクション4を映しておきまして、ポチッと。はい、パッと。もうこれでですね、録画開始されてるわけです。そして、ここから一度電源を落としますと、録画を中止しますと、こう何秒後に電源が落ちます。と出てきます。で、これで電源落ちましたね。で、電源落ちたらまたこのボタンですね。まあ、撮影したいものが出てきたと思ったら、こうパッと押します。そうしますと、2度目はさらに高速なんですね。この1度目の挙動っていうのが、アクション3は結構ですね、まあ、当たり外れがあったというか、動かない時も多かったっていうのが全くなくなって、若干時間がかかるけど、このように起動が安定する。そして2度目以降の、この録画ボタンを、そうですね、起動する速度。ポチッと。はい、こんなに速いんですよ。これだけですね、その録画の速度速かったらなんですけど、まあ撮影したいなと思ったら即収録に使えるわけなんですね。
これがですね、まあアクションカム、スマートフォンとかって映像綺麗になってきてるとは言ってもなんですけど、パッとポケットから出して、まあそのカメラのモードを起動するっていうのはそれぞれ機種によって違ったりして、そのショートカットを入れたりして工夫することはできるんですけど、録画開始ができるまでの時間っていうのはですね、そこそこに気を使うし、あとはどうしてもですね、そのスマートフォンって落としたらダメだっていう印象とっても強いと思うんですね、皆さん。そこでその落とさないようにですね、操作をしなきゃいけないっていうところで結構こうもたつくわけなんですよ。こう支えてそのモードを起動して収録開始するみたいな。に対してですね、アクションカムはもうポケットに入れていたらこのままズボッと出してですね、もうこうポチッと収録開始押せばこう収録開始できちゃうわけなんですよ。これがですね、もう全然ですね、そのレスポンスも良くなったし扱いやすくなっている。で、さらに私がこう持っているアクションカムたちの中でももう最速ですね、圧倒的に速いです、これに関しては起動速度が。で、そのモードの名前最後になんですけど、はい、たびたびですね、いろんな名前出してましたけど、スナップショットという機能ですね。その機能を使うことによって、とてもですね、このレスポンスのいいですね、素晴らしい用途、使い方ができるアクションカムとなっております。この辺のですね、利便性っていうのもかなり大きく向上しているので、細かいところなんですけど、まあ、こういうところもですね、皆さんにお伝えしておきたいなと思いました。これですね、ちょっと別の機会なんですけど、これもちょっと告知的になりますね。最後に告知的になるんですけど、別の機会に、その他のアクションカムとですね、どれぐらい挙動の違いがあるかっていうのも検証していってみたいと思いますね。ちょっと長い時間放置しておいて、そこからですね、この撮影を開始するときのタイムラグっていうのがどれぐらいなのかっていうのが、まあ、再現できたら、できなかったとしてもその2回目以降のですね、収録開始の時間っていうのは簡単に比較できますので、その辺っていうのもですね、収録して皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、ということですね、今回この、ね、DJI Osmo Action 4ですねを雨の日、まあこの明るさにばらつきがあるって言ったらいいのかな、明るくても暗く映ってしまうような状況で傘をさしてですね、お散歩をした映像っていうのを残させていただきました。で、この木々等を含みましてね、結構ですね、こういろんな建造物があるところだったので、その写りっていうのも確認できたと思います。そしてですね、この大きな利便性の向上っていうのと、まあ、こう2つお伝えさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ということで最後までですね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。それでは失礼いたします。バイバーイ。バッと。